神戸ポートタワーホテルは、兵庫県神戸市中央区、鳩場町にあるビジネスホテル。ホテルアベストの代表的なホテルである。運営は株式会社アベストコーポレーション。2009年5月26日、兵庫県神戸市中央区の神戸タワーサイドホテルを改装し、リニューアルオープンさせたホテルである。13階建てのホテルで、客室数は161室。レストラン、 ナイトラウンジ、トレーニングジムなどをはじめとした様々な施設を有しているのが特徴。また、宿泊客の車の窓拭きを行うなど、小回りの効いたサービスも確認されている。2012年5月20日には、ホテル6階を高齢者向け施設に改築、機能維持、回復型リハビリデイサービスなども同時にスタートした。神戸港振興協会により建設された、 神戸タワーサイドビルにおいて1970年4月に神戸タワーサイドホテルとして開業。当初、運営は阪神電気鉄道の子会社である株式会社神戸ホテル阪神が担った。大阪万博が開催されていた初年度は順調に利用客を集めたが、その後は景気の交代も手伝い経営不振となったため、阪神は1976年に撤退した。 阪神撤退後、神戸市民生活協同組合、さらに1977年から神戸共同工業株式会社、さらに2002年から神戸タワーサイドホテル株式会社が運営してきたが、2008年に同社は経営破綻し閉鎖された。これに伴い、公募により新たな運営者を募集し、アベストコーポレーションを新運営者として選定。 2009年より神戸ポートタワーホテルとして再スタートを切った。なお、土地建物は神戸港振興協会と神戸市の区分所有であったが、神戸市の外閣団体の事業見直しに伴い、2012年にアベスト側に売却された。鉄道その他、ありがとうございます。